皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回は初めてのラジオ動画を作ってみたいと思います。ラジオ動画なんでいきなりラジオ動画なんだよって思う方もいらっしゃると思うんですけど、この度本当にありがたいお話なんですけれども、チャンネル登録者が1000人をね突破しました。イエーイ一人でやっても全然盛り上がんないはい、てなわけでちょっと記念すべき動画をね出していけたらなと思っているので、初めての、こういう動画作りなのでグダグダになってしまうかとは思うんですけれども、最後まで楽しんでいっていただけたらなと思うのでよろしくお願いいたします。この動画は分かりやすいように3部構成で進めていこうかなと考えております。第1部では僕自身が皆様に対して感謝の意を述べさせていきたい、いけたらなと思っております。で、第2部は事前にツイッターの方で質問箱というものを設置しておりまして、そちらの方でいただいた質問に答えていきたいなと思っております。そして第3部ではコウペンちゃんから皆さんに向けてメッセージがあるようなので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。それでこの動画はあくまでラジオとして作っていくので、いつものようにねこう集中して見ていただかなくても結構ですので、こう垂れ流し程度に聞いていただければ嬉しいです。それでは前置きはこの辺にして、早速第1部の方に移っていきたいと思います。それでは第1部の方を始めていきたいと思います。まずね、本当にいつもこう動画を見ていただけている皆様、コメントをくれる方々、そして高評価をしてくれる方々、ツイッターで仲良くしていただいている皆様、本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、やっぱり嬉しいことですよね。花丸帝国がまさか1000人を突破するだなんて、投稿し始めた時は思いもしませんでしたよ。本当に去年の確か5月ぐらいに UFO キャッチャーの動画かなを載せたんですよね。あれも別にこうなんて言うんですかね、なんて言うんですか、登録者を伸ばしたいから載せたってわけではないんですよね。ゲームセンター行って、でポシ、あの白熊さんのポシェットのコウペンちゃんのぬいぐるみがありまして、それをねたくさん取れるちょっと裏技的なものを発見しちゃったので、それで3体かな、3体か4体ぐらい取ってしまったんですけど、それがねあまりにもちょっと嬉しかったので、YouTube 載せてみようかなみたいな軽い気持ちで初めて YouTube の方に投稿したんですけれども、もちろんその時は全然見られなかったんですよね。見られたとしても10回とか、そうだね、10回ぐらいかな、10回20回とか、本当にそれぐらいしか見られなくて、でもちろん登録してくれる方も全然いなくって、でこんなもんだよねみたいな感じで思ってはいたんですけど、その後もニヤニヤ注意シリーズみたいなちょっとしたこうコマ撮りのようなコウペンちゃんの動画を、本当に不定期ですよ、何ヶ月に1回とかそれぐらいの頻度なんですけど、投稿するようになって、でそうすると登録してくれる人が何人かできたんですよね。3人とか、4人とかなんですけど、ですごくそれがでも嬉しかったのは覚えてますね。こんなチャンネルでも登録してくれる方がいるんだなと思っていて、ですごい嬉しい気持ちになったのは今でも覚えています。でその後も何回かニヤニヤ注意シリーズみたいな感じで動画を投稿してたら、確か 10人ぐらいかな、10人ぐらいは登録してくれる人が増えてきて、ありがたいことに増えてきてくれて、
で初めてこうコメントをもらえたりとか、そう、そういうことがあってね、なんだろう、こう動画を投稿する嬉しさとか、動画を編集して投稿するっていう、まあ楽しみっていうのも覚えることができたんですよね。まあそんなチャンネルの状態で今年を迎えたわけなんですけど、で今年になってやっぱりコロナが始まっちゃったじゃないですか。それで4月から、まあ、緊急事態宣言が出て、で完全なるこうステイホームな時期があったと思うんですけれども、でその時にやっぱり結構な、まあ、時間ができたんですよね。だから何かこうやれることないかなと思って、でいろいろ考えた結果、まあコーベンちゃんのその動画投稿してみようかなっていう決断にまあ踏み切ったと言いますか、たまたまその年の2月にコーベンちゃんカフェ行っていて、東京空町のコーベンちゃんカフェに行っていたので、その時のいろいろ撮影してた動画があったんですよね。だからそれをこう動画編集して出してみようかなと思って、で出してみたら意外と結構こう伸びが良くてですね、多分皆さんもこう緊急事態宣言中で結構やることがなくて YouTube とか調べてたんじゃないかなとか思ったんですけど、まあそんな感じでこう動画を投稿する楽しさみたいなものが自分の中で芽生えまして、まあもともとそういう動画投稿とか始める前からコーベンちゃんのいろんなイベント行ったりとか、いろんなグッズ買ったりだとか、そういうことはやっていたので、なんかせっかくだからこれからはそうイベント行った時とかグッズ買った時とかはこうせっかくだから動画にして YouTube に投稿していこうかなって思うようになったんですよね。でそれからというものは、花丸ストアで購入したものだったりとか、どっかのイベントだったりとか、そういうものは全部動画で残すように、まあいけるものとか買えるものはの話なんですけど、まあそういうものはこうちゃんと残していこうっていうふうにしていたら、いつの間にかまあやっぱり登録してくれる方もどんどん増えてきてですね、でなんだろう、気づいたら本当に1000人になってたっていう感覚なんですよね。個人的にはだからすごくあっという間だったっていうのがもう率直な意見というか感想なんですよね。好きなグッズを買って好きなイベントに行ってっていうのを動画に収めて YouTube に投稿していたら、いつの間にかこう素敵な皆様に囲まれていたっていうのが正直なところです。だから僕自身も今すごくびっくりしているんですけども、せっかくこうやってまあ巡り合わせですよね、コーベンちゃんが与えてくれたこんな素敵なご縁をまあ大切にこれからもしていけたらなと思っています。なんかグダグダとすごい長い話をしてしまった気がするんですけど、まあでも本当にだからこう皆様にはいつも感謝をしていて、この感謝をねどうやって伝えればいいのかがわからないっていうのがすごい個人的にもどかしいところなんですよね。本当にありがとうございますっていう言葉だけだったら簡単に言えるんですけど、そのありがとうっていう言葉だけだったらね、本当にこう僕が思っているところの本当に数パーセントしか表現できてないかなとか、そういうことまで考えちゃうぐらいに感謝しております。本当にいつもコメントをくれる方、高評価をくれる方、そしてツイッターで仲良くさせていただいている方、ありがとうございます。これからも、コーペンちゃんの動画投稿頑張りますので、ぜひこれからも、仲良くしていただけたらなと思います。すいません、本当に喋るのが全然得意じゃなくて、もうカミカミだし、ましてやこういう動画作ったことなくてちょっと緊張気味なんで、はい、なんかちゃんと喋れてるかっていうのも不安なんですけど、そうですね、こんな感じでじゃあ第1部の方は終わりにさせていただきます。それではね、じゃあ第2部の方へ移っていきたいと思います。はい、それでは第2部の方やっていきたいと思います。
一部ではちょっと申し訳なかったですね。なんか脈絡もない、何も面白くもない話をね永遠としてしまって、二部ではこう面白くね動画の方を作っていけたらなと思うので、よろしくお願いします。冒頭で説明した通り、二部ではツイッターの方で質問箱を設置しておりまして、そちらの方に質問がツイッターのフォロワーさんの方からこう質問が送られてきておりますので、そちらの方にお答えしていけたらなと思います。質問の方は匿名になっているので、誰が投稿してくれたとかわからないんですけれども、まあ思ってたよりもたくさん質問が来てくれたので、本当に送ってくださった方々ありがとうございます。それでは早速質問の方に答えていきたいと思います。じゃあまず一つ目はこちらですね。はい、動画を始めようとしたきっかけはということなんですけれども、こちらはまあ第一部でもちょっとお話はしたと思うんですけど、もう一度簡単に話すと、緊急事態宣言中で、まあ、ステイホームの期間で何かやれることはないかなと思って動画投稿を本格的にし始めたっていうのが正直なところなんですけども、それで第1部の時にちょっとお話しし忘れたことというか補足したいことがあるので付け加えさせてください。まあこのチャンネルのコンセプトみたいな話になるんですけど、なんだろう、コーペンちゃんってやっぱりいろんなイベントがどんどん開催されてるし、いろいろなグッズがどんどん出ていると思うんですよね。でこのイベント行った時とかグッズ買った時、その時は覚えてるとは思うんですけど、やっぱり時間が経つと、あれこのイベントっていつやったやつだろうとか、どこでやったやつだろうとか、このグッズって何のグッズだっけとか、そういうやっぱ忘れてきちゃったりすると思うんですよ、皆さんも。僕自身もそうなんですけど、だからそういう時にこう花丸帝国のチャンネルでしっかりとイベントだとかグッズの情報が明記されていれば、その、まあ、ある種のこう思い出のアルバムみたいな感じになるかなって思っているんですよね。あとはやっぱり写真じゃなくて動画で残せるので、なんだろう、その時の状況だったりとか、そういうものもこうしっかりとこう記憶を呼び戻すことができるかなと思っておりますし、あとはその動画に付け加えて皆様のこう温かいコメントとか、そういう感想とか、そういうものもついているので、こう皆さんでこうみんなで一緒にこう作り上げていく思い出のアルバムみたいな、そんな動画をたくさん作っていきたいなと思ってて、だからこれって積み重ねれば積み重ねるほど素敵な思い出のアルバムが出来上がっていくのかなって個人的にはすごく考えているんですよ。そういった思い出のアルバムを作っていきたいっていうのもあるし、あとはやっぱりコーペンちゃんっていうのはそもそも今癒しじゃないですか。なのでこうコーペンちゃんの癒しっていうその魅力を後ろからさらにこうバックアップしていきたいなっていう気持ちが強くて、コーペンちゃんと一緒にこうやっぱり見てくださっている皆様も辛いこととか悩んでることとかたくさんあると思うんですよ。だからそういったものをこう、まあ、撮るっていうことはやっぱりできないんですけども、少しでもねそういうものを軽減できるような、そんな癒しをこう与えていけるようなチャンネルにしていきたいと思っております。ちょっとまたお話が長くなってしまったんですけども、じゃあ一つ目の質問はこういう感じで、はい、じゃあ二つ目に行きたいと思います。はい、それでは2つ目の質問行ってみたいと思います。花丸帝国さんは学生さんですか、社会人ですか。はい、質問ありがとうございます。僕は社会人ですね。逆に学生に見えていたのかっていうところにちょっと嬉しさを覚えちゃうんですけど、気持ち的にはねいつまでも大学生でいたいんですけどね。まあ違いますね。はい、ではじゃあ次の質問行きたいと思います。はい、それではじゃあ三つ目の質問です。年はいくつですか？年ですか？年はね、言わないですね。なんて言うんだろう。個人的なそういうプロフィールって、出せば出すだけその人の魅力がなくなってきちゃうかなって思うんですよ。だからまあ、具体的な数値は言えないので、こういう言葉で逃げさせてください。20代です。はい、4つ目の質問いきたいと思います。声がとても美しいですが、声を使うお仕事されていますか？してないですね。
声が美しいって言われるのはとても嬉しいんですけども、自分では全然そういうことも思っていなくて、多分これは声優さんのことを言っているのかなと思うんですけど、なんていうのかな、すごい中途半端な声だなって個人的に思ってて、もっとこう低いかもっと高いかしてほしかったんですよ。なんかすっごい中途半端なんですよね。でもコメントでもよくって言ったらあれですけど、たまに綺麗な声ですねとか、声に癒されますとか、そういうコメントをいただけるようになって、なんかすごく個人的に嬉しいんですよね。なんか僕って最初の頃は字幕での投稿が多かったんですけど、で初めておしゃべりコーペンちゃんの動画を出して、でそこで初めて僕の声を使ったんですけどね。だから最初すごく怖かったんですよ。やっぱり字幕でずっとやってきた人間がいきなり声出したら、そのイメージが違ったら嫌だなと思って、なんかそういう不安があったんですけども、そういう風に言ってくれてる方が結構たくさんいらっしゃるので、最近は全然ためらいなくこうやって声を使った動画を作ることができるようになりました。本当にありがとうございます。はい、それではじゃあ5つ目の質問ですね。コーペンちゃんに出会ったきっかけは何ですか、という質問をいただきました。ありがとうございます。こちらはですね、出会ったきっかけか、これは2017年のお話ですね。ルルテアさんの、ツイートが思いっきりこうバズって拡散されて、コーペンちゃんがいろんな方たちに、まあ、世間的に有名になったっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、僕もまあその時にツイートを見てた人間なんですよね。まあツイートを見たというか、それが流れてるところをまあ友人に教わったっていう感覚なんですけども、でそれで見て、その時は多分まだコーペンちゃんっていう名前があったのかなって感じだったんですけど、僕はだから最初の頃はもう皇帝ペンギン可愛いって言ってたんですよ。コーペンちゃんじゃなくて皇帝ペンギン可愛いなっていう感じでよく話してはいたんですけど、でもまあその頃は今のように熱狂的に好きだったわけではなくて、あくまでその皇帝ペンギンっていうキャラクターとして、まあなんだろう、可愛いなって思う程度だったんですよね。でもなんだろう、その LINE スタンプがあるのに気がついて、でまず LINE スタンプを買っちゃったらもうダメでした。もうそこからドハマりしていく階段の一歩目だったんですよね。それが LINE スタンプ買ったらもうそれがもう全部可愛いし、書いてある言葉もなんだろう、やっぱり斬新だったんですよね。コーペンちゃんってなんだろう、ペンギンがやっぱり肯定してくれるっていうところに、なんだろう、斬新なアイデアというか、そういうものを感じたし、まあそもそもキャラクター自身もね、可愛いと思いますし、とにかく今までキャラクターに心を打たれたことのない僕でも、うわ、これは可愛いなと本気で思ってしまったっていうのが、まあきっかけですよね。で、そこからその2017年の年末とかに、内首獄門同好会さんとかの布団の中から出たくないとかね、そういうものが出ちゃったんで、もうさらにもう可愛い可愛いってなったし、そうですね、まあそんな感じですかね。あくまでそのきっかけのお話っていうのは。この質問は結構何人の方からも送られてきた質問だったので、これで返しとしてはOK でしょうか、ちょっとわからないんですけど、とりあえずじゃあこの質問はこの辺で終わりです。では次、6つ目の質問ですね。コーペンちゃんの動画でいつも癒されています、ありがとうございます。お顔をお出しになる予定はありますか、優しい雰囲気の方とお見受けいたしまして、どんな方なのか気になるのでお返事お願いします、ありがとうございます。まあでもちょっと申し訳ないんですけども、これに関してはお顔を出す予定は今のところないですね。うん、これはないです。はい、あくまでやっぱりこのチャンネルはコーペンちゃんをメインにしていきたいので、あくまで僕は裏方なので、顔を出す予定はないかな今のところは。でもまあイベントとかそういったものでお会いした時にはね、仲良くお話はしたいなと思うんですけどね。
なので質問に対する返しとしては、このチャンネルでの顔出しは考えていません。すいません。それでは第、7個目かな、7個目の質問いきます。花丸帝国さんが好きなアニメは何ですか？もしよければ教えてください。私は白熊カフェが大好きです。コーペンちゃんの世界観が好きな方にはおすすめなアニメです。はい、質問ありがとうございました。まず、白熊カフェっていうアニメがあるんですね。ちょっと僕は知りませんでした。このアニメは聞いたこともなかったですね。でちょっとね、一回調べてみたんですよ。そしたらすごいやっぱり温かい雰囲気の絵で、絵のタッチで、なんだろう、あのスイッチの一緒に遊ぼうコーペンちゃんの古民家カフェみたいな場所で白熊さんがこうマスターをやっていて、でペンギンさんとかいろんなキャラクターたちが出てて、本当にねコーペンちゃんの世界観にそっくりだなとっていう印象を受けました。これはちょっとぜひ見てみたいですね。また時間があるときにこちら見てみる、見てみたいと思うので教えていただきありがとうございます。で僕が好きなアニメのお話なんですけど、結構ねアニメはいろいろ見ていますよ。でおすすめって言われるとでもちょっと困るんですけど、なんだろう、最近見たアニメだと月が綺麗っていうアニメを Hulu で見ましたね。こう学園の恋愛ものなんですけど、僕結構そういう恋愛ものの、なんていうんですか、少女漫画原作のアニメだったりとか少女漫画原作の映画だったりとか、そういうものが結構好きなんですよね。月が綺麗は本当におすすめですね。なんか心が綺麗に浄化されるアニメと言いますか、そんな印象を受けました。あとなんだろう、進撃の巨人とかもね大好きですね。あと約束のネバーランドもめっちゃハマってましたし、あとなんだろうな、あとはまあ無難にワンピースとか、ワンピースもすごい好きですし、あとコナンですね。コナン、そう、名探偵コナンめちゃくちゃ好きです。わかる方いるかな、わかるというか、ちゃんとコナンってあれってこう1話完結型で日常のお話、ただただこう事件が起きて解決してっていうアニメに見える方もいると思うんですけども、あれちゃんと本筋のストーリーがありますからね。その黒の組織との関連のお話があって、今ねコナン原作とかでもすごいいいところなんですよ。黒の組織のナンバー2のラムっていうねコードネームの、まあナンバー2、黒幕のまあ側近ですね、側近の方がいるんですけども、その人は誰だっていうところでね今すごい盛り上がってるところなんで、もしわかる方がいたらこう教えていただきたいですね。そういうお話したいですね。あとは遊戯王というアニメもとても好きですね。遊戯王に関して言えば、スマホのアプリで遊戯王デュエルリンクスっていうアプリがあるんですけども、それは毎日やっていますね。で、あと、ルルテアさんも実は遊戯王好きみたいで、同じ遊戯王のアプリをやっているんですよ。とても面白いんでね、よかったら皆さんもやってみてください。続いて8個目の質問ですね。はじめまして、お話ししたことは一度もないのですが、匿名ということで。はい、ありがとうございます。ゲーム実況を楽しく拝見させていただきました。カラオケが大好きとのことですが、どのようなジャンルを歌われるのですか？またおすすめな歌手などいたら教えていただきたいです。そうですね、カラオケはねとっても大好きですね。もう毎日でもカラオケ行きたいぐらいですね。本当に歌ってる時ってストレスも発散できるし、何より楽しいしね、とっても大好きな時間なんですけど、で、おすすめのじゃなくて、ジャンルか、どのようなジャンルを歌われるか、ジャンルで言うと、あれ、J-POP とかロックとかですかね、やっぱり。すごい無難なんですけど、で、おすすめの歌手ですか、おすすめの歌手って考えると、まあいろいろいるんですけどね、あえて一つに絞るのであれば、やっぱりまあもう決まってるんですよ。一つに絞るって言ったら僕の中で決まっちゃってて、もうウーバーワールドっていうアーティストですね。皆さんご存知ですか、ウーバーワールドは。もう僕はこれまでの人生ウーバーワールドを聞いて生きてきたと言ってもね過言じゃないぐらいにもうファンなんですよ。
だからこう胸を張っておすすめできるので、ぜひね聞いたことのない方は一度でもいいから聞いてみてください。はい、じゃあ9つ目の質問ですね。花丸帝国さんはコーペンちゃんの声真似お得意でしょうか。ぜひともお聞きしてみたいです。はい、質問ありがとうございます。いや、これはコーペンちゃんの声真似、じゃあちょっと皆さん目を閉じていただいて、コーペンちゃんの顔をね頭に浮かべておいてください。いきますよ。アデリーさんみたいになりたいな。はいいかがだったでしょうか。ちょっと一つ言っていいですか。これいりますいりますかこれあー、質問をいただいたからやったんですけど、あー恥ずかしい。じゃあちょっとこのぐらいで勘弁してください。それでは最後の質問ですね。第10個目。いつも動画で元気をいただいております。質問です。コーペンちゃんは食べ物や生き物などいろいろなものと合体した姿を披露しておりますが、お気に入りはどれですか？という質問をいただきました。ありがとうございます。確かにいろんなものになってるから難しいですね。好きなやつを選ぶとしたら、でもやっぱりね、真っ先に今浮かんできたのが抹茶コーペンちゃんとほうじ茶コーペンちゃんがね大好きなんですよね。お茶が大好き、うん、お茶が好きなんでね。まあでもこれだと色が変わってるだけだから、質問してくれた方の答えになってないのかな。食べ物で言うと、なんだろう、エビフライコーペンちゃんとかはね、とっても大好きですね。あの衣にね包まれちゃってるコーペンちゃん、あれ可愛いですよね。尻尾もちゃんとついてて、本当にねエビフライみたいな感じのコーペンちゃんがあるんですけど、あれ大好きですね。で、あとね、これはあのグッズ化はされてないんですけど、ルルテアさんが描いたイラストが、まあツイッターの方に載ってるんですけど、あの先ほどアニメのお話の時に遊戯王のお話をしたと思うんですけど、その遊戯王の出てくるモンスターのになっちゃったコーペンちゃんを描かれてるんですよね、ルルテアさんが。それがすごい大好きなんですよ。あのイラストをちょっと載せていいのかがわからないから、ちょっと載せることはできないのですが、ブルーアイズホワイトドラゴンになっちゃったコーペンちゃんと、レッドアイズブラックドラゴンになっちゃったコーペンちゃんがいて、それがすっごい好きなんですよ。ぜひね、皆さん、わからない方がいたら、調べてみてください。はい、じゃあ以上が質問に答えるコーナーでした。合計10個の質問に答えてきたんですけれども、まあどれもグダグダなお話しかなんかできなかったような気がしてしまって申し訳ございません。これから初めてだったんで、これからどんどんまあこういった動画もクオリティを上げていけたらなと思うので、よろしくお願いいたします。それでは第2部の方は終わりにさせていただきます。はい、続いて第3部ですね。第3部はコーペンちゃんから皆さんに対してお話があるみたいなので、そちらの方をね早速聞いていきたいと思います。みんな、ここまで折れたのはみんなのおかげなんだよ。これからもみんなのモヤモヤは僕が全部お預かり、癒しをいっぱいあげる、そんなチャンネルにしていきたいものだな。ずっと花丸帝国をよろしくね。じゃあ僕からのメッセージは以上になります。今日もみんな花丸だよ、またね。はい、コーペンちゃんありがとう。今回はおしゃべりコーペンちゃんの電源を切るのが忘れていて今コーペンちゃんが反応してくれましたね。ちょっと電源を切ります。よいしょ、背中を押し、またねー。はいコーペンちゃんがまたねーとね
言ってくれました。はい、ということで今回チャンネル登録者1000人記念動画として作らさせていただきましたけれども、改めまして本当にありがとうございました。一つ間違いなく言えるのは、皆様のコメントやら温かいお言葉がなかったらここまではおそらく続かなかったろうなと思います。これからも花丸帝国ではコウペンちゃんに関するいろいろな動画をね、作成していきたいなと思っておりますので、次は2000人ですね、2000人目指して頑張っていきたいと思います。いつになることやらって感じなんですけども、コウペンちゃんのようにのんびりとやっていきましょうね皆さん。それでは本当に長い時間になってしまいましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次は2000人の時にお会いしましょう。それでは皆さん、今日も花丸でした。ありがとうございます。